ゆっぴーチャンネル。みなさんこんにちは。ゆっぴーチャンネルキッズ&UMK の時間です。さあ暑い夏ですが、皆さんどんな風に過ごしてますでしょうか。引き続き UMK アナウンサーと4つの約束をお願いしたいと思います。まずはしっかり手洗い続けていきましょうね。そして早寝早起き、夏は疲れますからね、しっかり早寝早起きしましょう。そしてしっかりご飯、食欲がなくなる季節、何でも食べていきましょうね。そして毎日運動、これは熱中症に気をつけて涼しいところで運動をしてください。さあこの4つの約束を守って毎日元気に過ごしていきましょう。さあ今日のゆっぴーチャンネルはお話の時間です。今日はですね、ちょっとしっかりみんなに考えてほしいなということで、この本を持ってきました。こちら、よしこの青春、私の戦争記憶ということで、もうね、どんどん戦争の記憶が遠くなっていってしまってますが、皆さんにはしっかり分かってほしいなと思いまして、この本を読んでみたいと思います。それではよしこの青春、私の戦争記憶、始まります。太平洋戦争末期、沖縄がアメリカに敗れ、いよいよ本土攻撃が激しくなりました。私、児玉よしこは8人兄弟の長女でしたが、3人の兄はすでに出征し、手紙を出しても返事が来ない状況でした。村中で男手が不足し、私たち女が馬の扱いを習い、畑を耕したり、竹槍を持って戦闘訓練をさせられたりしていました。昭和20年3月18日を皮切りに、宮崎県にもアメリカ軍が攻めてくるようになりました。空襲警報が鳴るたびに、畑仕事をしていた私たちは田んぼの溝や草むらに身を隠しました。鳴り響く爆音の恐ろしさに震えるばかりでした。そんな中、私は陸軍ニュータバル飛行場へ奉仕作業に行かされました。そこでは戦闘機の格納庫を上空から見つかりにくくするため、木の枝などで隠す作業をしていました。その時でした。私が凛々しい特攻隊の青年の姿を見かけたのは、彼はまさに今から出撃をしようとしていました。遠目ながらも隊員のシンボルだった白いマフラーが美しかった。固い握手を交わした隊長が、必ず撃滅頼むぞと言ったような気がしました。青年は隊長の振り下ろす軍刀を合図に、学童や戦友ににっこりと手を振って飛び立っていきました。その時の青年の気持ちはどうだったのでしょう。特攻隊の青年を見送って間もなく、一ツ瀬川に架かる鉄橋がアメリカ軍によって攻撃されました。その当時、日本中の橋が次々と攻撃されていました。飛来する15機の B-29 に対し、駐留していた20人ほどの兵隊が橋を守ろうと堤防から応戦しました。私は畑から家に逃げ帰ることでもこともできず、近くの溝に隠れ震えて見ていました。その兵隊たちはいつもは大淵神社で生活し、
時々近所の家にもらい風呂に来ていた馴染みの人たちでした。近所の人たちが兵隊たちに野菜、味噌、醤油などを差し入れることもありました。アメリカ軍の B-29 の爆撃で近所の家が2軒焼けてしまいました。しかし鉄橋は兵隊たちによって何とか守られ、村のみんなは安堵しました。1番目と3番目の兄は終戦後無事に帰ってきましたが、2番目の兄はサイパンで戦死していました。ある日、白木の箱が届きました。箱の中には遺骨も遺品もなく、ただ兄が亡くなったとされる日付が書かれた紙が1枚入っているだけでした。兄は23歳でした。母は白木の箱を抱きしめ泣き崩れました。もう二度と戦争をしてはいけない。裕福な時代こそ戦争の残した爪痕を決して忘れないでほしい、そう思います。はい、ということでよしこの青春、私の戦争記憶、皆さんに聞いていただきました。もうすぐね、8月15日終戦の日がやってきますけれども、本当にこの戦争からが終わってどんどん時間が経って、その当時のことを知る人たちから直接話を聞く機会がどんどん少なくなっています。皆さんもぜひこのお話を聞いて、戦争ってどういうものだったのか、そしてどうして二度としてはいけないのか、そういうところをね、図書館で本を読んだり、それから大人の皆さんに話を聞くなどして、この平和というものの大切さ考えてみてください。さあ、ゆっぴーチャンネル、今日はお話の時間お送りしました。また次回お会いしたいと思います。合言葉はゆっぴーチャンネル。ゆっぴーチャンネル。